も元気ジョソラジ、おっ始まったよジョソラジ。女装パフォーマーブルボンヌが色とりどりの皆さんとご一緒に耳で楽しむバーのようなネットラジオへようこそ。この番組はほげる日もノンケブル日もキャンピーと株式会社キャンピーの提供でお送りします。ジョソラジ第4週はメインタイトルと同じジョソラジ。ドラグクイーン、女装家、女装パフォーマー、いろんな呼び方はありますが、パートナーもゲストさんも女装尽くしでお送りしています。パートナーはブルボンヌの四半世紀の女装ショーの相方、いつでもみんなを元気にさせちゃうワクワクさせこさんです。はい、上海帰りのリルちゃん、クラブ帰りのアキちゃん、よみがえりのさせこでございます。いかがでしょうか。もう毎回いろいろね考えてくださってありがとうございます。顔つきを顔つきでありがとうございます。もう今お名前出ましたけど、今週のゲストはお二人、はい、まずはリル・グランビッチさん。はい、リルです。こんにちは。はい、そしてゴーゴーボーヤキさん。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、アキです。ヤキさん、ね、若い頃から朝までラジオ聞いてただけあってラジオ DJ っぽさがすごいわよね。私ね、を聞きながらなんか、心地よくなるんだよね。そうね、この声でまた割と下ネタをいっぱい話してくださる。あ、そうですけど、自分ブルさんの最初の、あのこの番組はっていう株式会社キャンピーさんのところだけちょっと低めのトーンで話してるのが好きです、うん、そうなんですよ。あそこだけねちょっと男性性出してね、言うようにして無駄な男性性無駄なんて、無駄なことなんて一つもないですよ。そうです、私に言われたくないわ ね、 ね、そう。だからなんかクイーンって割とこう自分の中の女性性みたいなのをステージで圧縮して出すみたいな傾向もある表現だけど、うちらベースがお姉だから、うん、あの夜のここぞという時にだけ男性性を頑張って絞り出すとかさそういう感じじゃない。それも最近ないから。もうサセちゃんもなくなっちゃったもんね。ここもない、サセちゃんってベッドでは男性性だったの？昔そういうことしてた時期もあったんだ。もうほら、相手によってこう何ほら、うん、変幻自在にね。そうそう、メスばっかりの集団になるとほらオスになったりとかね、うん、隠れクマノミみたいなあるね、あ逆か、こういう風すごい頑張ってたんですね。なんかだからもうすごい男になったりもうしたよ。あ行きたくないと思ってた。ゆるちゃんはそこはもう常に伸び伸びと女性無理して男っぽくすることなんてなかった。本当に数年だけかな、頑張ったのは。ちょっとはあったんだ。なんかこう、なんかキャンペーン貼った、あの、立ち、何キャンペーン立ちになるキャンペーンか。リル立ちキャンペーンあったんだ。リル立ちキャンペーンだな。キャンペーン貼ったけど、やっぱこう、挿入することに全然楽しみを感じられなかった。もう同じくです。私はなんでここに、こんな汚いとこ、あ、汚いって言うと本当に皆さん申し訳ございませんけど、あなたさっき洗わなかったわよねっていう、あ、ごめんなさい、いきなりそんなこと。ね、お皿を洗わないのに、うん、その上に、ね、お皿の話、食べ物を乗せれますかという話ですね。ああ、なるほどね。失礼いたします。まあ、だからやっぱ二人は無理しちゃってたって感じだったのね。一時期やったけど。一時期はね。そうね、その、今日ね、ジョソラジなんだけど、実は、巻き込まれているのがゴーゴーボーイだよね。ほまれです、ほまれです。ありがとうございます。ジョソーズ尽くしって言ってるのに。そうなのよ。オープニングでね、当たり前に。いや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 。そもそもゴーゴーボーイというのも、ドラァグクイーンと同じく、芸業界の、まあ、その、ゲーナイトと言われているようなクラブイベントとかの、二大パフォーマンススタイルじゃないですか。ゲイの中の女性性を強調してデフォルメした文化がドラァグクイーンだとすると、逆に男性性を強調したのがゴーゴーボーイで、その二つが見た目とか仕上がりは全く違うけど、やってる人たちはどうなのかみたいなところで言うと、よくね、言われる話で、意外と
ゴーゴーボーイの方が女性的な内面持ってんじゃないかツッコミとかもされたりするよね。そうね、なんかでもあれ、ゴーの深さみたいなのは結構同じぐらいのエネルギー値抱えてるなとは思う、分かる、本当だよね、どっちに転ぶかだけだよ、転ぶか、そうそう、あとはまあ素材のね、そう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 、向いてる向いてないもあるから、どっちに転ぶか、あの、そう、重ねる表現か、あの、うん、あのそれを解き放く、解き放す、そうね、まあとはいえ佐世子さんにはゴーゴーボーイの道は多分なかったんじゃないかなと、いや、わからないですよ、どこでね、あの違う平行世界の佐世子さんはボーゴーボーイでやってるかもしれないですもんね。火星とか世界線が違えば佐世子ボーイだった世界も存在するかもしれない。佐世を佐世を佐世さんが佐世太郎とか佐世太郎やってるかも。あきちゃんもさ、昔はなよなよ系でそのピアノに合わせてね、優雅に踊ってた頃だったわけでしょ。でも今の仕上がりはそんなにその女性性感じないよね、喋、うん、りとか。そうですね、あの、自分もあのその夜の事情で言うと、うん、あの最初はやっぱ受け身側が多かったんですよね、うん、どうしてもあの芸にもう目覚めて、もう芸の世界に行くって言った時に、うん、あのお尻を掘られなきゃいけないってイメージがずっとあったんですよね。本気って多分あると思うんですよね、うん、芸の知識がないと、うん、あの、うん、お尻掘られるっていう、いや違う、あの掘る側もいるよとかさ、あんたが掘ってよみたいな時もありますけど、自分は掘られなきゃ芸になれないと思ったりとかして、最初はずっと受け顔をやったりとか、あと両方やったりとかして、結果今いろ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 巡って、で今は攻め側っていうような、あきちゃんはね、うん、どうぞディルちゃん、あきちゃんはね、まあ、なんか今ちょっとなんかさわっとした感じで言ってたけど、もうね、猫の絶頂ご経験したんですよ。ご経験猫のもうね、猫として成熟しきってしまったので、体は猫なの、もう完全に体は猫と、でも心がタチだったって気づいちゃったの。それで今は猫トゥータッチ NTT っていうところで今動いてる。NTT の子もね、FTM っていう言葉があったりね、あったりするけど、みたいな。そうですね。でもあの仕上がり全然違うけど、経過は私アキちゃんと一緒ですよ。私も受け20代は受けほぼ 100%、 30代 50-50 中山みたいな、40代からほぼたちになっちゃったタイプで、一生、うん、NTT です、ね、NTT だし、あの気持ちがやっぱね、たちだったっていうところで言うと、そのお姉だけど、うん、やっぱ我が強いから、うん、心の中で基本やっぱ下手くそなたちとかにすごいこう注文をしたりしているタイプだとか、え、違うよねみたいなことを思ってそうしたらやっぱね、たちになった方が手っ取り早かったみたいなところも、すごい気持ちわかりますだから。自分結構その風貌とか、その性格とか仕草も全部そこに寄せてったんですよね。だから受け側の時とかは、猫だった時はちょっとやっぱね、あの付き合った方とか、あのしなっともう甘えたりとかしてたけど、もうその立ちだったらもう立ちらしくっていうので、仕草とかもみたいな感じで、そう攻めらしく、立ちらしい攻めってどういう攻めどういう攻めかしら。あ、じゃあ、あの以降はね、体で教えてあげます。本当、おばさんおちょくるんじゃないですよ、あきちゃん。かせちゃんまた興奮して、ズームでまたタンクトップ見せてるから。そう、タンクトップがキャミソールに見えるの。そう、キャミソールに見える、ね。ネズミ色のキャミソールに見えます。ネズミ色っていうな。なんとかグレーとか言う。ちょっと汗じみが分かりやすそうだよね。脇じみが脱毛の、あ、脱毛後のね、あ、すごい綺麗な綺麗な脇。じゃあアキちゃんから見て、うん、同じゴーゴーの中で、うん、割ともう下手なって言ったらだけど、うん、ドラァグクイーン以上にもう本当はお姉さんだよなみたいに思う人もいたりする。まあ、まあ、いるって言いますよね。いるよね、私もそう思うんですよ、そこは。
なんかパフォーマンスに現れるような気がする。ねえ、あ、そうかも。はいはい。わかる。やっぱりね。うん。けど意外と、これ自分調べなんですけど、うん、受け側の方の55の方が人気の人が多い気がするんですよ。あと、まあ、それこそゴーゴーボーイって結構夜のなんか世界というか、うん、クラブで踊ったりするじゃないですか、うん、パンツ1枚で。で、うん、やっぱチップをいただくことが多いんですけど、チップの数って、その受け側の人の方が多いイメージがあるんですよ、ね。なんで、あ、じゃあやっぱおねだりさんだからそういうのがうまいのかな。なんかやっぱあれ、なんですかね、なんかしてあげたいっていう感じになるのかもしれないですよ。チップをアナルに入れてるというわけではないものね。まあ、確かにないですけど。お金使えないもんね。なんか、立ちっぽい、その攻めっぽい、パフォーマンスとか、攻め感が出ちゃうと、うん、なんかどっちかというと、ちょっと、なんか近寄りがたいみたいな感じになっちゃうのかわかんないですけど、怖い感じにもつながってる、なんかしてあげたいよりしてほしいみたいな、うん、あとさ、うん、その受けが感じている立ち像がクリアなんじゃない、うん、その方が受けの人の方が理想の立ち像をこう演出もできるし、自分の受け、実際の受けっていうところもできるわけじゃない？なんかそういうのが受けの子の方が上手な気がする。あるのかもしれない。セックスでも受けを経験してる人がやる立ちの方がうまいとか言うよね。うん、そうそう、うん、ほぐし方知ってるとか。そうなのよ。ほぐしやん。優しい。優しい立ち。立ちしかしたことない人って、本当に、うん、いや、そこを詰め立てちゃいけないよ、みたいなことをしたりするんだよね。そうそうそう。ちゃん、どこに詰め立てられるの？デリケートゾーンが、ね、傷物にされてんね。急性外耳覚がね。いきなり字の話に。そうそう、それはあるよね。そういう表現のうまさに現れてるんじゃないのかなって、ちょっと自分、これ自分調べですけどね。なんかちょっとそんな気がしたりとかしますね。ゴーゴーボーイってだから、うちらからすると同じ楽屋にいたり、うん、こうパフォーマー同士で仲良くはしてるけど、うん、ちょっとまだわからないところがある業界だよね。ゴーゴーさん同士の感じとかさ。私よくね、本当はいけないんだけど、昔盗撮とかね。盗撮じゃない？あ、楽屋でね。楽屋で、まあまあ、ゴーゴーエリアと女装エリアに分かれるけど、大きな部屋の時とかは、カセちゃんが、やたらゴーゴー島を気にすんのよ、その確かに、さってなんか、写メとか撮ってたり、当時の、ガラケーとかの時代だから、なんか知ってたし、盗撮ババアだったし。あれよ、自分だけしか楽しんでない。流してはいないから、許されるかな。私、させちゃんとよく覚えてるのが、名古屋かなんかで、割と広いやっぱ楽屋で、端っこの方に分かれて、ゴーゴー島と女装島になってた時に、私とさせちゃんやっぱ、ちょっとスケベなおばさんだから、やたらゴーゴー島に向かってアイス振りまいてて、あ、何何ちゃんとかって、今日も可愛いねとか言ってたら、ミッツさんに、そういうことすんじゃないよって怒られたんだね。怒られたよね、なんか。つき上がるだろうみたいなこと言ってたね。もうやっぱ女装プライドっていうのを持たなきゃいけないんだなっていう。すごいあれ覚えてね。酔っちゃうからほら。でもなんか自分の中でのゴーゴーボーイってちょっとミス、昔のゴーゴーってミステリアスな部分とか、あんまりコミュニケーション取らないようなイメージがあって、まあ憧れの存在みたいなのがあったんですけど、まあ今となっては、このコミュニケーション、なんか、下手だったって人が多かった気がするんですよ。普通に、なんか社交性があまりない方の方が多い気がします。はいはい。でも社交性はない方がエロいわ。そう、そうなんだよね。なんか耳が痛いんですけど、自分。いやはもう別枠の魅力だからいいんだけど。社交性があるブスから生まれてきたので。
構成がないブスよ、ね、絶対いいですよ。それは確かに、ね、でもね、今でもいるよね、うん、今でも私声喋れんのかなこの人って思ってるゴーゴーさんいるもん、うん、あの声聞いたことなくて、そう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 、けどそっちの方がエッチの妄想みたいなのはやっぱ飽き立てられると思うんですよね、そこにさ、その本当の心の良さとかは繋がらないんだろうけど、喋、うん、らないことが男っぽさで、喋りなのが女っぽさみたいなのはうちらやっぱあるから、あるよね。無口イコールなんか男っぽくてエロいみたいに勝手に思っちゃうよね。ね、うん、なんか僕とつとしたみたいなのが、そう、実際初期のそれこそプライベートパーティーとかのね、レキンドルームとかゴールドとかの時代の時のゴーゴーボーイさんって、うん、どちらかというとそういうイメージの人が、うん、その演出としてもそういうイメージ。うん、まあ、一皮向けばさ、そのね、うん、ワドアの姉さんみたいな、本当はすごい、すごい人なんだけど、演出は当時やっぱ、その男っぽさ、うん、無口みたいな方にゴーゴーボーイはやってたかも。そう、昔はそうだったんで。まあ、今でも多分、それこそ喋りがあまり上手じゃないからっていうので、まあ、喋らないとか、うん、まあ、喋ってても、うん、そんなにベラ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 喋らないって感じ、うんうん、多いからこそ見せたらいいのかなって思ったり、ね、あ、ちょ、自分だからもうど真ん中から全然外れてる活動してるという認識はあるので、あきちゃんはやっぱお母さんがリオトさんじゃないですか。やっぱそう、あの、ののちくんがね、ゴーゴー会を、うん、その、ちょっとスタイルを変えた、割と、張本人だと思ってて、あの、私たちね、させちゃんとか私たちも、うん、やっぱお笑い要素とかドリフ要素みたいなのを、当時のこう、クラブショーに入れたことで、うん、あの、よりオーセンティックなね、あの、クイーンの先輩から怒られたんですよ。で、やっぱその、喋らない、こう、シンプルなエロい格好だったゴーゴーの中に、うん、女装を超えるぐらい派手な衣装とかを持ち込んだのはやっぱ、うん、リオトさん一派の仕業だと思ってて、なんかあの、それこそドラッグクイーンの、まあ、でプラスあの衣装を作ってる星に、うん、自分ゴーゴー衣装依頼したりとか、うん、何度もしたりとしてもらったりとかもしましたしね、うん、でもああいうね、こう変化が必要なのよ、なんでもね、うんうん、なんかさ、こう女装、その例えばあきちゃんが新人の頃とかに、うん、その女装の人とのコミュニケーションの取り方の指導とかも先輩ゴーゴーからあったりした？あったあったあるんだ。まああの、それこそ農畜一派じゃないですけど、うん、まああのその先輩のゴーゴーで、まあ、うん、あの、なんで、東京以外のイベントに、なんか呼ばれたいんだったら、うん、そのドラッグクイーンさん、女装さんと仲良くしといた方がいいよって。はあ、面白いね。今、どうなのかわからないですけど、結構自分が出たての頃って、あの、まず、そこの、なんか東京以外のイベントって、クイーンさんから決めていくみたいな、イメージとかが、うん、で、あの、あまりにもコミュニケーション、なんですかね、縁がないから、うん、まずドラッグクイーンさんに話をして、誰がいいと思うみたいな話が行くから、そこで、あの、女装さん、ドラッグクイーンさんと仲良くしてた方が呼ばれやすくなるよっていう。本当にね、その通りで、あの、私記憶にある、私松山に、あの、4年間いた時に、その松山で初めて、あ、もう何回かやった時かな、なんか2、3回目に、またブルちゃんとかが来てくれることになって、うん、あのバーシックさんがやってたハイドアンシックみたいな、ハイドアンシックですね。そうですね。うんうん、で、させちゃん誰呼んなんか午後、うん、もう知らんけんもう誰呼んだらいいみたいなことを聞かれて、うん、で私ブルちゃんになんか今東京で暑い午後って誰みたいなことに聞いたわけよ、なんか都会部って、うん、そしたら、うん、あ、なんかリオットとか今多分なんか一番あれなんじゃないみたいな感じで、じゃあ私とさせこがそこつないでたのね。あの、その、オンオン着せるわけじゃないんだけど、全然、ね、そうするんじゃないんだけど、うん、で、それで、で、私は、リオト君のこと、その当時知らなかったのに、うん、あの、なんかね、今すごいリオトとかね、結構いいらしいわよ、みたいな。また地方に、ちょっと東京風吹かせた感じで言ってたのね。で、実際にそれで、ののちくさんが来て、うんうんうん、もう大、うん、
全国区の人気になっていったもんね。が面白いっていうのはありましたね。なるほど。あとなんか自分はちょっとね、あのドラッグクイーンさんと女装さんと仲良くしたいっていうのもあるし、いや嬉しいよ。あのそのさ、女装さんって言葉自体、多分私野々地区の人たちと一緒にいる時とかに、そうよね。女装さんって言われた気がする。自分が言い出したかもしれないとか。多分ね、あきちゃんなんだよね。あし初めて来た時、女装さんってなんだって思ったの覚えてて、だけど今もう慣れちゃったから、私が普通に他の女装とかのことをなんか言う時に女装さんって言ったりする。んだけど、うん、最初発明したの多分飽きちゃうんで、言わないよそんなことって思ったもん当時は。でも素晴らしいよね。ちゃんとほら、ドラグクイーンって言ったら、私とかブルちゃん違うからさ。そうね。入らないじゃない、うん、女装さんって言ったらみんなね。ねえ。けど、クイーンさんで女装さんって言うとまた違うところもあるんで、クイーンさん女装さんっていう。ちょっとね、分けていただいて、佐世子はクイーンさんではない。クイーンの端くれよ。嘘、嘘です。ごめんなさい。謝罪します。島根先生に謝罪します。ここカットだな、ごめん。そうだ、すごいね、アキちゃん、女装さんという言葉も発明したの、アキちゃんだ。いや、だから、なんか、目上の方にはね、やっぱ、ちゃんとさんとかつけなきゃいけないとかもあるし、まあ、リスペクトの対象でもあったんですよね、やっぱりね。あと、自分の中の精神性が、やっぱ、クイーンさんと近い感じがしたんですよ、女装さんとかの方が。なので、まあ、どっちかというとフレンドリーっていうか、まあ、表現の仕方は結局、ゴーゴーボーイになっちゃったんですけど、なんか、まあ、抱えてた闇じゃないんですけど、なんか、結果、話とかしやすいのが、女装さん、クイーンさんの方が多いので、楽屋すごい楽しかったというか、楽しいですよね。野々地区周辺は特に、こう、惹かれるところもあって、で早々にね同じイベントで一緒に組んで、ミュージカル仕立てのね、あの名作嫌われさせ子の一生とかもやったりしてたから、なんかこう芸の中の何か種みたいなものがどっちの方向に向かうかっていうところで言うと、多分女装になクイーンになる人もゴーゴーになる人も似たようなものを持ってる人であることもよくあるんだろうなと思うんだよね。でもゴーゴーさんはたまに多分全然話合わないだろうなってオーラの人もいる。女装的な歪みは大してないんだろうなって人もいる。確かに。何なんでしょうね。なんかやっぱりキラキラした部分だけいて、それでゴーゴーボーイになりたいっていう人がいる、まあいるのも分かってるし、そういう一定数の方もいるんですけど、どっちかというとなんか、結果なっちゃったじゃないですけど、あの、まあ、クラブで遊んでたら声かけられてとかやってみたいみたいな。昔はそうでしたよね。なんか理工生とかなかったんで、そう、スカウト生、ね。私たちスカウトとかされなかった、ね。私たちずっとね、原宿を行き来してもなかなかね、スカウトされなくて。あの、まだ出してないお店とかにね。ねえ。古いけど。唯一違うのが、そのクイーンさんって自分から自ら始められるんですよね。そうだね。そっか。ゴーゴーボーイってそのステージを用意してもらわないとできないんですよね。まあ、だってフロアでパンツ一丁で踊ってたらおかしな人ですもんね、ただね。あの照明が浴びないところで、勝手にお客様って感じになっちゃうもん。じゃあその辺が出たところで、せっかく今日ドラァグクイーンとゴーゴーボーイの両方がいる珍しい回なので、ドラァグクイーン、ゴーゴーボーイ、どっちがいいかというのをね、やってみたいと思います。はい、まず、モテるのはどっち？もう圧倒的。わかんないわよ。自分から言ってもいいですか？はい。うん。結論、どっちもモテない気がするんですよ、ね。ああ。え、ゴーゴーボーイモテない？モテるっていう、それ、モテるの定義がによるかもしれないですけど、結果、結局、彼氏にするとかだと、やっぱ、おおってなっちゃう。やっぱ、嫌がられる？うん。やっぱ人様に、要はそういう、なんで体を見せてっていうので、ね、やっぱそういう付き合うっていうあた、そこまで行くと、
結構な重荷になっちゃう気がする。重荷、予想の方も相当重い。まあまあ重いけど、そう。衣装は軽いけど、ね、でも、あきちゃんも地方でも、モテてたわよ、みんな。大抵地方のね、地産地消と申しますけれども、地方のね、生物をいっぱい皆さんの、のちくんの皆さんも、あらな気がします。やっぱそういうの全部お見通しだったの、佐世子さん。もう私は、だって持ち帰られることはないじゃない。私も、ののちくんの誰かと今日できるんじゃないか、あの、万太郎さんが私のことばっかり見とるな、とかね、思いましたよ。それは目はね、釘付けになるだろうじゃんね。あのね、マドンナのショーとかやられてる佐世さん見てたら、どうしたって食い付けになっちゃうよね。佐世佐世なの、佐世なの、佐世子に佐世なっていう、ね、うん、ピンクのレオタードでね。でもドラァグクイーンだってね、リルちゃん、うん、モテますよね。そうね。いや、そうね、リルちゃんとかモテるよ、絶対もういっぱい食われてるから。私は、うん、モテた意識はないですよ。となんか逆にだからミックスナイトとかの時にストレートの男性客とかが、ま、こう間違ってって言うたらだけど、それをかけるのはドラァグクイーンじゃない？そう、それは本当にね、あの若い頃はだいぶあやかりましたね。あら、へえ、私を見て勝手に勃起する、ストレートの方々っていうのがいたんですよ。だ私は、あ、私は女装したらものすごくセクシーなんだなっていう、あの、自己肯定をいただきましたね、あの時は。言ってみた。これがないのよね。私とさせちゃんの方には ね。相手の人が勝手に勃起してくれるでしょ。私、相手が努力しないと勃起しないんだから。あの、もうちょっと待ってって言われるタイプ。そうそう、もうちょっと待って。今ちょっと手でやってるからとか言われる。そうか。だからそうなんだよね。リルちゃんほど綺麗だと、うん、その、芸対象じゃない方でまたモテるし、うん、まあその、アキちゃんの言ってたような問題はあるけど、うん、午後の時はまあ普通にゲイの人だからいけるとは思われるわけじゃない。うん、まあまあそうですね。お付き合いレベルまで行くと障害はあるかもしれないけど。うんうん、あの、午後って結局すっぴんじゃないですか、基本的に。うんうん、だから、自分磨きをしなきゃいけないってので、うんうん、まあそこでモテにはつながる人はいるかもしれない。うん、ね、まず体がいいしね。そっか、ファンデーションとか塗ってないのね。まあ塗ってる人も時々いたりとかしましたけど、汗を抑えるファンデーション。そうね、でも間違いなくあれね、ファンデーションで腹筋を描いたりとかしないもんね。してた人もいましたよ。うん、なやかしじゃないの、私騙されてたの。あなたが言うなっていうね。すいません。いろいろとね、あ、ある、ある。ああ、なるほどね。まあまあ、でも一般的には、まあ、ゴーゴーボーイの方がモテやすいのかな。だって、クイーンは、そのゲイを相手にした時には、やっぱなるべく出会いの時に、その情報は隠すみたいなのが基本にあったもんね。うんうん、そうですよね。ブルさんも発展もね。そうですね。そうそうそう、うん。やっぱみんなよく言う話でさ、どの段階で女装たしなんでることを言うかみたいな話とか。たしなむ。たしなむって。ブルさんもなんかホテルかなんかで、なんか iPod かなんかをずっと映像つけたら、自分のショーを出しちゃったみたいなの。社長です、それ。そう、社長です。神さんとはね、こう、性的な場所で知り合ったので、ずっとそれは隠してたんですけど、しかも私が立ちがメインだったんですけど、ある日、ラブホでね、ラブホテルってこう男女もののエッチなビデオは流れるけど、神、うんうん、さんそういうの見たくない人だったから、うんうん、私オタクだったので iPod にわざわざゲイのビデオを変換して入れて、うん、ちゃんとプラグとかで繋いでかけてあげてたんですよ。すごい。そしたらなんか一戦終えて私がうとうとしてる間にそのエロいのが終わっちゃったみたいで、うん、私も何を勘違いしたか同じフォルダーに私の女装ショーのビデオがあるって。うっかりそれが始まね、いい話、うっかりそれが始まっちゃったから、うん、もう目覚めたらなんか変なビデオがかかってたよとかって感じで言われて、うん、で私もなんか全部ねこうバレたと思って、うん、もうあそうですよみたいな、もう言っちゃえと思って、
言ったら、本当私だって気づいてなかったらしいんだけれども、うんうん、でもね、そしたら、面白いことしてるんだねっつって仕事を手伝ってくれたっていう。いい話ね。そういうのね。人によってはもうね、勃起不全とかに、ね、なりかねないですよ。ね、どの章だったか分かんないですけどね、本当に。25とかやってたかもしれないですね。25。ミルスさんはあんまり隠さないタイプだったの、その辺。ゲイのことの時とかに。私は隠さんの前にそのホッシーがいるので。あ、そっか、女装同士で付き合っちゃったパターンだったのか。そう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 。で、女装した時期と始めた時期とホッシーとのお付き合いの時期が同じだったから、うん、そうそう、あんまりね、そのもう出会うってなると、例えばね、ただもクラブでそのうっかり出会うっていうことの方が多かったから、そう、隠すことがなかったかな。あ、いいね。なんかこれ言っていいのか分かんないけど、ホッシーとリルちゃんが出会った時って、ホッシーの方は隠してたんじゃなかったっけ。隠してたつもりだったけど、いや、もう入った瞬間にお家の様子がおかしいから。まあ、まだ着物はね、そんななかったかもしれない。今あの時着物なかったけど、まあ、ボディがあってアパレル関係かなと感じたんだけど、なんかこうスパンコールのこうほら、自分で衣装作るかタッパーとかにスパンコールがいっぱい入ったのがやたらいっぱいあるんですよ。で偏ってるよね。そうそう、で床にもラメが散らばってるし、なんだろうと思って、なんかね、まあ笑った、その後こう一線交えた後ちょっとおしゃべりしてたら、笑った歯茎で欲しいって気づいたんですけど。歯茎で欲しいって気づくんだ。そうマシすぎる。いや、でもね、そうだから欲しいもそうだし、やっぱバベさんとかもそうだと思うけど、クイーンの姿ではやらない派のクイーンの人たちっているじゃない。クイーンってのんけ食っちゃう人たちと、セックスはもうセックスにクイーンは持ち込まない人と、クイーンにやると、そっちのこう芸を守ってるタイプの人は、おおむねセックスの時はそれを隠そうって皆さん努力されてて、バビエさんも一生懸命ね、低い声を生かしてるみたいな。ね、いい声ですよね、バビさん、本当にいい声されてて。そっちはすごいシンパシーよね。そこら辺やっぱ、リルちゃんはね、新しい世代の伸び伸びクイーンなんだよ、ね。伸び伸びっていうかね、もうね、諦めてるの、いろんなこと。もうだって、爪とかもこんなね、なんかロングネイルとかになってたら、隠せないし、うん。コンビニとか行くんだもんね。行きますよ、このまま。この顔だけおじさんのまま、指先だけ綺麗で。やっぱ、地毛伸ばすとか、爪綺麗にしちゃうと、うん、もう、普通のホモじゃないクイーンになった感じするよね。そう、そう。もう、諦めた。諦めたって言わなくてもいいんじゃない、うん、そのラインになったっていう。このラインはね、私も女装で、じゃあ誰かと出会いたいかって言ったら、もう嫌なんですよ。やっぱホモでいたいの、本当は。ホモなのね。じゃあそこは泉さんと、泉セクシーさんとはちょっと違うんだ。違うと思う。今日ね、今日実はね、いよいよね、男女の出会い系アプリ消しました。え、ああ、そうなんだ。そう、なんか一応マーケット確認として、まあ女装の状態のね、写真を載せた男女の出会い系アプリに登録してたんだけど、今日ね、ここのとこいくつかあったんだけど、もしかしてレルグランビッチさんですかっていうのが来たんで、ブリアナさんの動画で見ましたっていう。なるほどね。ああ。はい、隠さ、これね、そう、先月も一回これ来たなと思って、もう今日いよいよ、アカウントを削除して、おいたがしづらくなってきちゃったの、ね、何もできないわと思って、こんなんじゃ、だから恥ずかしいし、そんなんなんかね、リジュさんがこんなんあげてたよとかって言われて、ドリューさんみたいな、ドリューさんそういうことすんのよ、ね、出会い系で頑張る女装たちを見つけるたびにスクショを私とかに送ってくるから、ああいう意地悪な人がいると思うと嫌よね。嫌よ。まあゴーゴーボーイがモテ対決では勝つかなというところで、はい、続きまして、うん、始めたり成長したりするのが大変なのはどっち？あ、どっちなんだろう。でもやっぱゴーゴーの方が常に体を、まあ、だから、逆に言うと筋トレしてる人で、まあ、その外見がいい人であれば始めやすいのはゴーゴーの
人か、うん、でも始めやすくはないと思う。だって選ばれないから、うん確かにクイーンは売れる売れないの問題はあるけど、ねうん、とりあえずそれっぽい女装してちょっと変な名前つけて、うん、まあやらしい話ね、うん、あのゲーバーベースのパーティーとかに出ればクイーン僕はもう、うん、あ確かに、うん、なんかそうね自称ゴーゴーとか聞くけど自称女装ってあんまりいないもう女装は女装確かに確かにすぐ慣れちゃ う, そ う, そう、ねまあ、クイーンが、うんまあ、私みたいな自称クイーンみたいなサテちゃんね自称いまだに女装未遂って言われてるから、あの始まりがちょっと確かにそうですね。そうそうそう、あのよお膳立てされないとできないですもんね。うん、そうね、そういうところ、言ったみたいな。さっきのスカウトみたいなものがどちらかというと条件として必要なのが合法で、女装は自分がやるって言ったら一応やれるから。やれる。始めやすいのは女装で。かもしれないです、ね。でも売れるとかな成長するとかなると。結構クイーンも大変かもね。クイーンは結構な大変さがあるかと思いますよ。そうだね。メイクと衣装とかの問題があるし、衣装もね、割とはっきり表現しちゃうよね。すごいなって思うのが、ゴーゴーって一人で出るってことないんですよね、基本的にね。そうなんですよね。あまりない。そうなんですよね。けど、クイーンさんって、まあ、特に東京以外のイベントって、絶対一人のショーってやんなきゃいけないじゃないですか。あ、すごいなって思ってますね、あれはね。確かに。私は一人をしますね。さん、一人苦手な人だから。でも本当に一人が嫌で。なんか、もう常にブルちゃんのツッコミを待ってる状態。佐世子さんのソロのショーでいいのいろいろありますよ。もう絶対もう嫌だ。でもなんか、リルちゃんとかのその、なんか、あの、ディーバ系の堂々たる。うん、確かに。ええよね。まあ、そう死ぬ前に一度死ぬ前に一度ディーバ系のショーをやってみたい、佐世子。なんかでも誰も知らないとこで やりたい。なんかそれどういうことよ。在宅女装。在宅それ普通にいっぱいいるんじゃない。そうですよね。今からでもできますよ、それ。本当にあそうね。すごいなと思う。どこもすごい。ゴーゴーボーイは売れていく過程みたいなのはどういうところがポイントなの？どうなんでしょうね。まず最初のイベントに出て、そこから次に呼ばれるか呼ばれないかだと思うんですよね。結局その場に見てた、まあ、そのイベントの側の人だったりお客さんだったり人が、この人が良かったみたいな声がどっかで回らない限りは、次のイベントにやっぱ呼ばれないので、例えばじゃあその共パンのイベントにはもうこの人は呼ばれるよとか、あまあそうそんなとかですよね。その時のなんかポイントは顔、体、性格とかで、あのやっぱダンスの技術とかいろいろなところがそれぞれこの人はここがいいからみたいな。まあそうでしょうね。これも自分調べなんですけど、ゴーゴーボーイって体もそうですけど、顔体は一定以上ないといけなくて、プラス何かがあってゴーゴーボーイになる気がするんですよね。難しいじゃんね。なんかあの、まあ、それがパフォーマンスの方に、あの、何ですかね、ステータス寄ったりとか、体の部分がもっと上乗せで、あの、ステータス良かったりとか、むしろ顔全振りだったりとかでもいいです。顔全振り。なんかそういう、あの、一定以上の顔体の、あの、ステータスの敷地みたいなのあるんですけど、それプラスアルファでどっかないとなれないんじゃないのかなっていう自分調べ。続けられないかもね。その、ブランディングがしづらいだろうから。あとやっぱり、カレーっていうのが、ね、顕著に出ちゃいますよね。うまくいく人もいるけど、でもやっぱりなんか、
女装、まあ女装もきついか。でも、させちゃんも、させちゃんはね、カレーをむしろ味にできるタイプだからね。香ばしい。そうね、だから、あの、要は、アイドルと近いから、そうだね。ウィーンは俳優さん的なところもあって、年を取ったなりのキャラクター性も持ってる方だけど、比較的。ゴーゴーはより若さの点が重視されがちな枠かもね。そうですね。だからなんか辞めるきっかけを失っちゃってですね、自分。本当に。辞めないで。そこをやっぱ変えて。マーサマとこんな話をしたこともあります。なんか自分。そう。あの、ワン太郎さんとか、アキちゃんとか、リオトとかがずっとやり続けてます。夢があるから。そうそうそう。私たちも力をね、もらって。ワン太郎さん失礼か。いや、だ元気そうでしたよ、この前。元気そうだった。お客さんの評価も、そこら辺を安直にシビアに言ってくる人もいるのは、ゴーゴーの方が厳しそうだよね。やっぱり、そうですね。なんか女装に対してババアって言われても、あんまり傷つかない感じがするけど、そう、ゴーゴーでそれ言われると、もうちょっと傷が深そうな気がする。ねえ。ババア引っ込めみたいなのとかね。わかるわかるって思いながら、申し訳ないと思います。いやいやいや、いいわよ。あと、いやだ、こんなこと聞いたらなんかですけど、その、枕とかないんですか？女装はほらないじゃん、枕。女装聞いたことないね、クイーン。枕。出られなくなる。どうなんだろうね。そんなこともない。自分聞いたことない。ない？え、ほん、なんか勝手な想像だけど、絶対あると私も思ってたんだけど。なんか、枕って、その、例えば、スポンサーとみつみつとかはあるよね。それはあるかもしれないですね。特にさっきからずっと東京以外のイベントばっかり言っちゃうんですけど、あの、この子を呼びたいから、この、その分の交通費とか出すから呼んであげて、みたいな。っていうのはあるかもしれないですね。なんかね、それは聞いたことある。それは確かにある。いいな、私どっちかっていうと呼ぶ方になりたいな。さしちゃんね、お金稼いで、どうぞどうぞ呼んでね。あと先輩に気に入られたりとかみたいな上下関係とかは、方法はどうなの？ドラッグクイーンはね、私たちやっぱいろいろ見てきたから、まあ、ゴーゴーもある、ありますね、先輩、後輩とか。今って、昔と違って、あの、ゴーゴーはゴーゴー、あの、クイーンさん、ジョソンさんはそちらでっていうので、オファーが別で分かれる時が多いので、なんか、あの、ま、あの、有名なゴーゴーとかを、ブッキング、あの、まずオファーして、なんか、最近のいい子いないとか言われたら、お輩で可愛がってる子を、これ、この子いいよとか言ったりとか。やっぱりそ、ちょっとこう可愛がられるね、要素というか、そういうね。だから顔からだと、気立てがいいってやっぱ大事ですよね。そういうことだね。先に呼ばれる人に名前あげてもらえないと、イベントに出る機会がなくなっていくわけね。勉強になる。勉強になっても今さら何を使うんだって。何になろうと。私たち、気立てが良くてもダメだもんね。だては悪くないから、ね、他の条件一つもないからね。だてはいいんだけどみたいなね。気立てのいいおばさん、ゴーゴーボーイで呼ばれないよ。気立て全振りだとね、ちょっとね。勘違いしそう。ね、まあ、けどなんか、クイーンさんとか女装さんほど先輩後輩っていう感覚はちょっとだけ薄い感じはちょっとしますけどね。そんな仲良しっていうグループみたいなのがあんまりない。なんか、あんまないんだ。あるのはあるんですけど、なんか自分から見てドラッグクイーンさん女装さんって、もう大きな
コミュニティの中で、あの、いろいろ助け合ってるみたいな、イメージですよ。お互い辛いよね。お互い辛いよね、みたいな。あの、そうだよね、って、業が深いとこうなっちゃうよね、みたいになるかもしれないですけど、業って結構単品単品みたいな、なんかそういうイメージが多いです。あ、業さん同士の、なんかその、魂の結束みたいなものは、ある人はいる。ある人は、自分もある人はいるけど、それがそんなに大きくないみたいな。なんかでも、ドラグクイーンってその辺言ったら、ドラグクイーンだっていうだけで割と、なんかいろんなもの取っ払って許し合える感じで、どうぞどうぞみたいな。結局こんなことしてるなんて、もうそれだけである意味愛おしいみたいな。そう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 。うん、そうそう。よくこの子も塗ってるのよって、なんかね、あのお店とかでこう、ね、ボーイね格好なのに、あ、そしたらちょっと一目置いてください。昔ね、あの深夜の私がママやってたゲーバーにミツさんが来てくれた時に、いろんな話、中でミツさんが、私信用できるのは女装だけだねって言った時に、それ全人類の中のすごい限られた人間しか信用せず生きることじゃないとか思ってびっくりしたんだけど、あのでも確かにその女装なんてするっていうのは相当いろんな業とかを超えてるから、あの人が言いたかったことはじわる言葉だな。いやもう本当に心底わかりますよ。でも私は、そっかそっか、うん、自分なんか こいつ脱いでるからみたいなを全部なんか認めるかっていうとちょっと違う感じ。こいつ脱いでるからって言うんだ。いや言わないですよ、言わないで言ったこともないですけど、さっきの流れで言ってほしい。いいよね、ゴーゴーがゴーゴーを紹介するとき、こいつも脱いでるもん、ね、初めて言った、ね、なんかそんな感じがちょっと、そうね、そのやっぱ女装みたいなちょっと芸業界でそれをするってことは、こう新さんもちょっと舐める面もあるんじゃないかっていう、スポットライトの代わりに失うものもあるんじゃないかって思いとともにある仲間意識と比べて、ゴーゴーは勝手な勘違いかもしれないけど、ただの可愛い子ライバルぐらいの気持ちでいる子もいそうだよね。まあそういう方もいらっしゃるでしょうね、きっとね、と思います。 だからそこは大きく違う気がしますね。面白いね、面白い、全然違うんだって、もちろん違うんだとは思ってた、分かってたけどね、そこはね。じゃあそんな思いをいろいろそれぞれのしんどさもあった上で、ドラァグクイーンとゴーゴーボーイで仕事になる、儲かるのはどっち。これさ、あの時代が変わったので、そう、私もそう思った。ゴーゴーかなって思うんだけど。ちょっと前までは女装の方が仕事になるって感じあったよね。あった。今はクイーンさんの方が全然仕事になる。オンリーファンズってのがあるじゃないですか。そこか。あと、たまに漏れ聞こえる、あの、今はね、行き来しづらいけど、中国系のイベントに出た時の、はい、莫大なチャイナマネーチップの話とかを聞くと、ありえない、ありえないと。だから、儲かるっていうのは、合言。やっぱそう感じはするんですよね、今でも。けど、仕事の幅が広がってるのはクイーンさんな気がするんですよね。メディア仕事はクイーン多いかもね。で、そうなんですよ。やっぱあの、ゴーゴーってクラブがありきみたいなとか、あと、脱いで、それこそゴーゴーボーイっていう肩書き、プラスアルファで、そういうアガルトコンテンツに行ってっていうのはある。そしたら儲かるっていうのはあるかもしれないですけど、長続きするみたいな仕事としてはやっぱクイーンさんの方が多い気がします、ね、グラドルセクシー男優ラインとしてはゴーゴーボーイは荒稼ぎはしやすいところある、ね、けど結構短期間だと思うんですよね。けどそういう、それを資本にいくらでもなんともなるじゃないですか、まあ、確かに。事業家とかにね、ゴーゴーで稼いだお金から経営者に回るみたいなね。もうものすごくいつもルイ・ヴィトンとか、なんだカルティエとか、なんかいろんなバッグとか紙袋出してインスタ上げてる方いらっしゃって、まあ、どれか資本金か知りませんけども、莫大なチャイナマネーとかが入ったんでしょうね。なのかしらね。
だってさ、中国のチップ半端なくて、うんうん、一晩で最大いくらや50万とかチップだけで一人でもらったりとかするらしいんだよね、そんなことクイーンじゃ絶対ありえないじゃん、50万はないよね。あれ何なんでしょうね、あのクラブイベントで55にはチップ文化あるけど、クイーンさんへのチップ文化ってないじゃないですか、ね、あれね、あれ何なんでしょうね。だからこうアビエさんとかがゴールドフィンガーのショーとかで頑張ってこうね盛り上げようとしてんだけど、55、うん、は何も言わなくてもパンツにチップが入るけど、クイーンは割り箸ダンって出すショーやるとか分かりやすいことしない限りもらえないよね。あれ誰がその文化作っちゃったんでしょうね、本当に。うん、なんだろう、いや、わ、多分酒だけしか食えないんだよね。ゆるちゃんお酒も好きだからいいんじゃない。いやいやいや、あのだってお酒選びたいよ。そうね。まああのね、お酒はお現場のお店が儲かるだけ問題もあるよね。そう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 。すごい生々しい話になってきちゃったけど。いやいやいや。確かに儲かるって意味では。その場で儲かんのは間違いなくじゃあ55かもね、じゃないかなって思いますね、なんかだから55さんってギャラがだいたいいくらぐらいなのかなんとなくしか想像してないんだけど、絶対結局手取りで帰ってる、その日その一夜で帰った時にお財布の中に大きい量が入ってるのは55さんの方が絶対大きい量が入ってるね、なあと思う。それはそうでしょう、ね、まあ、うん、けどそれもらえるもらえないかその人のね、そういう、そうそう、いろいろありますけどね、まあ、人気度パフォーマンスの色があると思いますけど、逆にあの本当に人気度が分かりやすいんですよね、高校さん、まあ、自分もそう辛いんですけど ね、クイーンってさ、まあ、割とベテランから、うん、あの新人まで一律のギャラみたいなこともイベントによってあるから、それに比べると午後は毎回イベントの後のチップの量が全然違うんだ、シビアです、うわい性なわけですね、まあ、今でこそあの YouTube のフォロワーとかね、あチャンネル登録者数とかその数値化、誰が見ても分かる数値化っていうので順位とかつけれちゃいますけど、午後って多分昔からそういう順位付けみたいなのをちっちゃいところで、あの、なるほどね、そういうことさせられてたっていうのはあるかも。ね、まあ、いいんですかね、こんなこと話して。いやいや、そこはね、リアルな話だ。結構リアル。まあ、ただ、その、長くやったときに、こう、まあ、本当に超筆頭がマツコさん、ミツさんだけど、メディアっていう大きな海の中で、無限のなんか、仕事とかブランドをもらえるかもしれないのは今のところクイーンさんに多いかもね、と思いますね。大郷出身でタレントさんになったらってあんまり聞いたことないもんね。いないですね。なるほどね。五号さんでそうですね、あのお店を出されたりとかする方はいますけど、そうだね、大阪の方とかで、まあ、けどそれ以外あんまりないですね、確かにお店とかの経営者系になるか、そうですよね、それか普通に辞めちゃうかしかない、じゃあ手っ取り早く稼ぎたい人は55 大物タレントまで行きたいならクイーンがおすすめだよということで、おすすめって難しい、あ、面白い、面白いね。じゃあ最後は、幸せなのはどっち、どっちかなあの、幸せの定義から話しますね、これ。哲学よね。ねえ。結果、どっちも幸せで、どっちも幸せ。そうね、もう結論言ってくれた。そう、そうじゃないかなって、もう、もう、だって、やってる、自分は楽しくやってる、好きでやってるので、それは幸せだと思うけど、どっかを犠牲にしてるところは両方ある気がするんですよね。あきちゃんが犠牲にしてるのは何？まあ、そのための時間もそうですし、やっぱりどっかでフィルターはかかるわけじゃないですか。なので、その幸せっていうか、どの幸せの形次第ですけどね。あのグラドルとかさ、こうビジュアルベースの女性タレントさんがたまに陥るのが、そこが魅力だから、でそれでみんなにこう評価してもらってるから、そこを失うことの怖さが一般の人よりも肥大して、そのお直し依存になるとか、そこを加齢というどうしても抗えないものの中で人一倍そこでショックを受けるとかって問題を、たまに女性のね、そういうのメインのタレントさん聞くんだけど、皇后とかはそういう要素はあったりするかな。ある
かもしれないですね。あのやっぱりあの外見で勝負してた分、うん、もう例えば辞めた後とかって一気に多分老け込むんじゃないのかな、うん、そうでしょうね、やっぱ気にしなくても良くなるのでね、うん、私ね、ゴーゴーさんがあの本当に幸せなのかなって感じる瞬間ってのがあるんだけどあのやっぱその結局エロの対象で見られてるじゃない、うん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 、ざっくりと大きくは、うん、で、うん、パーソナルを見てもらえないんじゃないかなって思うことがあるの。あの、うんうん、これはもう私の自慢じゃないんですけど、うんうん、自分が女装をしてその例えば SNS とかの出会い系のアプリとかやった時に、うん、モテちゃったのね、その薄化粧してやった時に、うんうん、モテちゃった時に、うん、その相手からただのエロの対象として見られるだけっていうメッセージがすごくたくさん来たのね、うんうん、これがすごく最初は面白がってたんだけど、うん、嫌になっちゃったの、なんか、うんうん、ただのエロの対象としてしか見てもらえないの、人間として見てるんじゃなくて、うん、エロだけっていう風に見られてるのがなんかね嫌になっちゃったから、そういう思いを、うん、もしかしたら世の女性の美しい人もしてるかもしれないし、うんうんうん、そのゲイの中だとゴーゴーさんたちはそういうことを受けやすかったりするのかなって、うんうん、あの勝手に感じてね、うんうん、多分最初はもちろんモテっていうのが嬉しいんだけど、うんうん、だんだんそれが重なると、うんうん、結局そこだけを求められてるんじゃないかって思うになっていくっていうのは、うんうん、確かに、うん、あの私とか佐世子さんにはわからないかもしれないけれども側が良かった人たちの苦悩として、ね、想像するよね、うんまあ、そう、自分はね、結構パーソナルを逆に出してる人なので、うんまあ、そうは思わないですけど、出さない人は確かにそうかもしれないですよね。人として見られない、正規として見られるみたいな。正規として見られる。見られたい。これでも、サセちゃん、本当にね、結構ね、私、最初こそ本当面白かったんだけど、自分がもともとブス出身だから、そういう意味では、ちょっとね、ヘキヘキするよ。うん、なんチンポしゃぶりたいかみたいなのポンポンおちんちんの画像が毎日来るみたいな感じになると、うん、ちょっと、うん、日替わりでカレンダー夢でも今のところね、まだ今のその例え聞いてさせちゃん全部うわー羨ましいそうでしょう。いやなんかもう日めくりカレンダー的な感じで一日一日男性器を日めくり男性器でね、まあ、そなんかそう慣れてきちゃうのかも。そうね、だから味わったことがないものだから、うん、うちらからするとえいいんじゃないと思っちゃうけど、うん、やっぱ味わってみてわかる、うんざりなんだそれは。うんざり、うんざりだし、なんか例えばそこでちょっと人間としての出会いがあるのかなと思っていっても、結局そのあ女装した女みたいなチンポのある何かに燃えてるだけなんだこの人っていうふうに思い始めると、うん、なんか。ああなんかいいやもうってなっちゃ う, うんあそっか、うん、一瞬自己肯定感が上がったらまた違う意味で下げられるものが待ってる、ね、うん、下げられるものが、ま、待ってた、なんかそういう自尊心を傷つけられることが 多かった。うちらそこの落とし穴は味わわないまま、あのババアになっても全然その美味しいねみたいなところの芸風の方の道を来たことに関しては良かったかもしれない。そうだね、うん、そのあんなに綺麗だったのにみたいなことを言われることは、うん、そういうがっかりは一度もなく来てるから、ね、そう、うん、ババアになっても笑えるねみたいな褒め方しかされないよね。今は今私なんかやっぱ若い子のなんかこの人すごい面白いんだよって言われるのがやだ、プレッシャーで、プレッシャーだった、ね、なんていうのかな、でもやっぱそこにちょっとこうなんだろう、まあその人がたまたまあんまりこう私が好きじゃない人だったからか、なんかもうなんか嫌味というか、うん、なんていうのかな、あの女子グループの中で落ちキャラ認定してくるみたいな感じで、私なんか舞台と
私生活は あんま変わんないか。ちょっとね、真面目女子なところもあるから。うんね、今素顔なのになんかそんなこと言わないで。それあの女女芸人さんの苦悩ってやつよね。そういうこと。そっかそっか。そね、あ、うん、あ、まあでも楽しいね。それぞれいろいろあるけどね。でも幸せ。いや、でも今日はみんなは最終的に、うんうんうん、楽しめてると思う。楽しんでやってる。好きでやってる。いや、よかった。いい感じで皆さんやっておりました。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジョソラジはキャストの皆さんが自宅からリモート会議システムで集まって収録をする手弁当なネットラジオ番組です。ノイズなどの音声トラブル、家族や猫の声、恥ずかしい音などの混入はご容赦ください。生放送企画などの最新情報、お便りの送り先はツイッターのジョソラジアカウントをチェックしてくださいね。ポッドキャスト、スタンド FM、YouTube などお好きなメディアからいつもあなたの耳元に。それでは次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたね。またね。